両チームの対戦決勝戦は4年連続ということになります、うん、まあ、今の3年生にとっては一昨年も去年もこの鎮西高校、午前熊本県の男子バレーには鎮西高校という強いチームがあります。熊本工業の小川監督、村上監督も言っていたんですけれども、この知恵が入っています。ゲームの序盤ですけれども、点数を取っている熊本工業の下がディグを上げています。コート深い位置、ここには舛本がいる。さあ、その舛本が打っていく、バックアタック。やはり苦しいところでエースが決めていきました。鎮西高校の注目選手はこの舛本です。そして逆に熊本工業が、まあ、もともとこの牧島ベンチスタートではありましたけれども、この試合も苦しい場面では投入される選手です、うん、まあ、頼れるキャプテンについて、スパイクに対して3枚ブロックがついていました。そしてバックアタック。まあ、そうした中でちょっと舛本選手も膝の痛みが出たということで、夏以降はトスを分散しています。まあ、その結果1番の平田いないと思いますのでね。はい、はい、そうした中で大事な時にはこの舛本にトスを上げたいと平川も話していました。やはりそして決めてくれるのがこのエースです、舛本相馬。さあ、ここですね、あの熊本工業スタートの元気をもう一回こう。鎮西高校と熊本工業高校の男子の決勝戦第2セットが始まりました。第2セット最初の得点もエース舛本相馬のスタート、はい、でどこで決定力があるのか、はい、うん、そういったものを見極めてトスを上げていると思います。そうした中で少ない打数でもこの確実に決める、しかししっかりこの決勝戦には怪我を治して戻ってきています。バックアタック、ここは舛本相馬です。決められれば相手にリードを許す、ここはもう大事なポイントということで、平川もバックアタック、舛本にトスを上げて、ここはどうか、時間差を使うブロック、1枚でシャットアウト。今度は舛本のブロックポイント、プレーの処理だったり、まあ、そういったところもあるんでしょうかね。熊本工業のそのレシーブの位置取りとかですね、あのパス、はい、まあ、その質がすごく上がってるなと感じます。フォーメーションをしたいんだと話していました。今年の両チームの高さという意味ではともに184センチ前後ということであって、得点差は2ポイント。バックアタック、迫られそうになるとやはりこの選手にトスが上がるという、そして決めてくれる、やはりこの舛本選手の存在というのはどうでしょうか。いや、素晴らしいと思います。あの熊本コメのサーブ、ここはリベロ小手川がしっかりと受けました。バックアタック、やはりこの選手です、舛本相馬。苦しい場面で舛本ですが、当たり前のことを当たり前にやる、それができないチームは勝てないんだ、こうした姿勢をずっとこれは打ち切れない。さあ、チャンスは鎮西高校、エースが待っている、ブロックの上、一瞬のチャンス、これを逃さない鎮西高校。ここで連続ポイントでリードが3ポイントに広がりました。熊本工業村上監督タイムをかけます。熊本工業です。オープントスを打っていく、ブロック弾き出していきました。やはり舛本相馬、2番の徹本、3番の小川、1年生の時からこの決勝戦のコートを経験しています。そういった意味ではこの舛本も集大成の春高、あのね、得点は22点です。ここもサーブで崩して、そしてブロックで押し込んでいきました。鎮西得意の形がここ、パスボールは鎮西高校、レフトにエースが待っている、このクロス、このコースを打ち抜いていきました。3番の舛本相馬、あの熊本工業のディフェンスがしっかりしてたので、はい、あの鎮西高校攻め方、これがあのレシーブ、ワンハンドで上げる、エースが待っている、ここも決して十分な体勢ではありませんでしたが、エースが決めていきました、舛本相馬。第1セットに続いてこの3のリズムは熊本工業、ここはどうか、舛本をブロックしましたがわずかにアウト。エースが待っています、2枚ブロックの上、熊本工業のミドル小川も
この舛本についていきましたけれども、その上を打ち抜いていきました。キック、自分で拾ったボールを自分で叩いていく、これが舛本一つ得意なプレーです。まあ、レシーブからそしてトス、スパイクまでの流れいかがだったでしょうか。まあ、そのチームのエースたるゆえんという感じがしますよね。そしてここは舛本どうか、ここはよくつないだ熊本工業、2本目のスパイクはどうか、ここはクロス、本当にあの松本選手、まあ、鎮西高校そうなんですけど、日本一になった後ですよね、はい、まあ、おごりもなく、満身もなく、はい、あ、一つのプレーにこう全力をかけてやっているように見える工業高校、その差10ポイントを追いかける展開です。鎮西はエースがバックアタック、ここもブロックアウトを取りました。第2セット以降、非常に打数が多くなりました舛本。さあ、この舛本のスパイクが決まって24